1977年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第29回大会である。3月にベネズエラのサンカルロスサーキットで開幕しシルバーストンサーキットで開催された最終戦イギリス GP まで全13戦で争われた。ポイントシステムが前年の変則的な有効ポイント制から再び変更され全レースのポイント合計で タイトルが争われることになった。これ以降、この全ポイント累積方式は1991年を除いて今日まで続いている。また、この年は世界選手権から外れたマンシマ TT に代わってイギリス GP がカレンダーに加わった最初の年でもある。アップダウンの激しい満島のマウンテンコースとは打って変わり、イギリス GP は飛行場の跡地に作られた。 高低差のほとんどないシルバーストーンサーキットが舞台となった。さらにこの年からベネズエラ GP が新たに加わり世界選手権は全13戦となった。その一方、オーストリア GP の 350cc クラスでは死亡者が出る多重クラッシュのために決勝レースは中止となり、その直後の 500cc クラス決勝レースでは コースの安全性に対する抗議のためにほぼすべてのトップライダーがレースをボイコットするという事態になった。1977年は15回ワールドタイトルを獲得したジャコモアゴスチーニがグランプリを走った最後のシーズンとなった。前年はワークス活動を休止したヤマハがグランプリに復帰し、再びユーザーを得たアゴスチーニだったが 500cc クラスで2位が2回。 350cc クラスで2位が1回とついにこの年は1勝も上げることができず、今シーズンを最後に引退することを決意したのである。アゴスチーニが残した15の世界タイトルと122の GP 優勝という記録は、その後も誰にも破られていない。川崎 KR250 ヤマハ、鈴木に続き、日本の川崎がこの年からグランプリに復帰してきた。 すでにこの頃アメリカのレースや耐久レースで一定の活躍していた川崎は1975年にはタンデムツインという得意なエンジンレイアウトの 250cc ロードレーサーをアメリカのアマレースにデビューさせておりこの KR250 が十分な戦闘力を持つまでに熟成されたとみていよいよこの年のグランプリ 250cc クラスに打って出たのである マシントラブルに悩まされて安定した戦績は残せなかったもののデビューレースでポールポジションを獲得した上に早くも2勝を挙げるなど KR250 は参戦初年度から速さを発揮しさらにこの年には KR350 の開発もスタートさせていた川崎は翌年から中排気量クラスを接見することになるバリーシーンの1977年型 RG 501年のブランクを置いて復帰したヤマハワークスのラインナップはアメリカやカナダのレースで活躍していたスティーブ・ベーカーと1975年 350cc クラスチャンピオンのジョニー・チェコット、それにヤマハのオランダ現地法人であるヤマハモーター NV のサポートを受けたジャコモ・アゴスチーニの3人だった。迎え撃つ鈴木はワークスチームの運営を前年同様にヘロン・鈴木に任せ、 チャンピオンのバリーシーンに前年アメリカ人の 500cc 初勝利を挙げたパッド、ヘネントイギリス人のスティーブ・パリッシュを加えてシーズンに臨んだ。ディフェンディングチャンピオンとなったシーンだったが、チャンピオンナンバーのゼッケン1は使用せず、自身のラッキーナンバーであり、ヘルメットに描かれたドナルド・ダックと並んで、シーンのトレードマークとなっていたゼッケン7をつけてサーキットに現れた。 開幕戦のベネズエラ GP では地元のチェコット、ヘネン、ベーカーがバトルを繰り広げる中で冷静にレースを見ていたシーンがトップに立ってそのまま逃げ切りチャンピオンの貫禄を見せつけた。シーンはトップライダーがボイコットしたオーストリアを挟んだ第3戦ドイツ GP で2勝目を挙げると第5戦まで3連勝と順調に勝利を重ねた。この時代には まだ超高速コースだったスパフランコルシャンで開催された第7戦ベルギーではシーンは平均速度時速 217.37km で優勝しておりこれはグランプリ史上最速の記録となっている続くスウェーデンでも連勝して勝利数を6としたシーンは第9戦フィンランドではオーバーヒートのために6位に終わったもののタイトル防衛に成功した 最高峰クラスで2年連続チャンピオンとなり、イギリスの国民的英雄となったシーンは、この年の終わりに大英帝国勲章五藤勲氏を授与された。ヤマハゼでは、チェコットがシーズン終盤に2勝を挙げたものの4レースでしかポイントを獲得できずランキング4位に終わり、対照的に未勝利りながらシーズンを通して上位入賞を続けたベーカーがランキング2位となった。ところが、 ヤマハはシーズン終了後にベーカーを放出し、代わって翌シーズンからはベーカーと同じアメリカ人のケニー・ロバーツを起用することになる。事実上、ヤマハ TZ350 のワンメイクレースといった様相を呈していた 350cc クラスだが、ヤマハモーター NV のサポートを受ける片山隆沈とジャコモ・アゴスチーニの二人が乗る TZ は他とは大きく異なるマシンだった。 これは、ヤマハ本社ではなくヤマハ NV が独自に2台だけ製作した、2気筒の TZ250 のエンジンにもう一つ、シリンダーを溶接した3気筒のスペシャルマシンで、このマシンの開発には、かつての 125cc チャンピオンのケント・アンダーソンも、関わっている。片山はパワフルだが扱いにくいこの3気筒と、通常の2気筒の2種類の TZ350 を、コースによって使い分けて、 シーズンを戦った。第一戦ベネズエラ GP の出場を見合わせた。片山は高速コースのホッケンハイムが舞台となった。ドイツ GP でこの3気筒、TZ で優勝。続く、イタリア GP でも3気筒で3位に入ると、ヘアピンの多いハラマサーキットのスペイン GP では、スタンダードの2気筒、TZ で3位となった。高速サーキットのポールリカールでは3気筒に、 ノリ独走で2勝目を挙げた片山は、ユーゴスラビア GP では2気筒で連勝し、トラブルでリタイアしたダッチ TT を挟んで、スウェーデンでも2気筒で優勝。そして3気筒で走ったフィンランド GP で、トップ走行中に1気筒が死ぬというトラブルに、見舞われたもののそのまま逃げ切り、日本人初のワールドタイトルを決めた。片山と同じ3気筒のスペシャルィ z を買った。 アゴスチーにはこの癖のあるマシンに苦戦し、ドイツでは片山に次ぐ2い,い入賞を果たしたものの、その後は目立った成績を残すことができずに終わった。250cc クラスは前年までのハーレー・ダビッドソン・ワークス勢大師班ヤマハ勢という図式に勝敗企業クラスで活躍していたモルビデリとグランプリ復帰を果たした日本の川崎が加わっての争いとなった。 ハーレーはこの年も速さを発揮して、ディフェンディングチャンピオンのウォルター・ビラが3勝、新たにチームに加わったフランコ・ウンチーニも2勝を挙げた。ニューカマーの川崎もドイツ GP で、清原昭彦が自身と KR250 にとっての初グランプリでポールポジションを取るという印象的なデビューを飾り、ミック・グラントはダッチ TT で初勝利を挙げると、スウェーデン GP でも2勝目を挙げ、 参戦初年度からトップを争える力があることを証明した。しかしハーレーや川崎はトラブルも多く、ビラ、ウンチーニ、クラントラはそれぞれ2勝以上を挙げた反面、半数近いレースでノーポイントに終わった。その一方、モルビデリのマリオレガは全12戦中10戦でポイントを獲得するという安定した成績を残し、勝利数こそ、 ビラやウンチーにより少ない一生のみに終わったものの、全レースのリザルトが選手権のポイント対象となるというポイントシステム変更の恩恵もあって、初めてとなるタイトルを獲得した。モルビデリのマシンとピエール・パオロ・ビアンキの組み合わせは、この年も圧倒的な強さで 125cc クラスを支配した。第3戦ドイツ GP でシーズン初勝利を挙げた、ビアンキはそのまま5連勝を飾り、 オランダでは9位に沈んだものの続く、ベルギー GP で6勝目。第10戦スウェーデン GP で2位になったビアンキは2戦を、残して2年連続となるタイトルを決めた。ブルタコのアンヘルニエトが3勝を含む、前線表彰台という、相変わらずの強さを見せ、クライドラーのエウジーニョ・ラッツァリーニや、新たに、ブルタコワークスに加入して、最終戦で、初勝利を挙げたリカルド・トルモを抑え、 50cc クラスでは3年連続6度目となるタイトルを獲得した。この年の第4戦ユーゴスラビア GP では前年同じオパティアサーキットで衣装を上げてランキング3位を獲得したウーリッヒグラフがクラッシュによって命を落としている。500cc クラス、編集 350cc クラス、編集 250cc クラス、編集 125cc クラス、 編集 50cc クラス、編集 500cc クラス、編集 350cc クラス、編集 250cc クラス、編集 125cc クラス、編集 50cc ク,50クラス、編集。ありがとうございます。